ソフトバンク柳田悠岐さん35歳、通算1593安打、2000安打達成確率。道南チナ復帰は9月以降の全治3ヶ月以上の右ハムストリング負傷の大怪我。40歳も100安打いけたらやっと2000安打って感じやけど。和田和弘は35歳から1000安打打ってるけどな。その頃とはピッチャーのレベルがちゃうやろ。確かに投手のレベルが違う気がするな。なんか球速がすごい上がってないか。タイプが違う選手比べても仕方ないけど、イチローの通算記録って今からさらに3000本近く打たなあかなあかんのやな。高すぎる。7年連続首位打者やってからが本番だからな。イチローって27から3000本打ったんやろ。頭おかしいで、しかもメジャーで2000本安打って地味に異様だよな。松中も結局無理だったし、山田も今のままじゃあれだし、みんな掛布レベルで終わっちまうのか。そう考えると2000安打500本の清原とか衣笠ってバカにされるけどすごいよな。メジャー挑戦表明すらしないでソフトバンク一筋やな。成績残せるかはともかく高く売れただろうに。柳田はメジャー規模を持ってたけど、ソフトバンクがポスティング容認してないからな。海外 FE 取る頃には旬過ぎた年齢なるから、諦めて大型契約結んだ感じやな。山田も厳しそうだよな。2000本って意外と難しいんやな。でも思ったより長持ちしてるよな。36歳でもリーグ最強クラスのままとは思わんかったで。細く長く続ければ38くらいでいける。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。